はい、どうも、アコザムライです。令和の米ソウル、天水の坂の姫、初見プレジェクトパート64をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いいたします。まあ、さっきパワープロの実況撮ったんですけどもね。よし、ちょっと。ね、全然乾いてらんぞと。まあ、米をね、干しましょうかね。まあ、干してるので、でも今これ、天候的には夏か、あ、違う、夏じゃねえや。朝か。だから、どうすっかな。でも今目的としては皮払うのもそうなんだけど、お役目なんだよね。ヨモツガミ再び、次のヨモツガミの出現を待つ。竜の抜け道でキリンの手に入れる壮大欅。壮大欅はあれなんだよな。ここだね。都に行きましょうか。ちょっと行ってみようか。都へ行きます。どういう風になんだろう。越見の間を久々に見た。さくな姫、心は姫よ、移ろいの玉が欲しいそうじゃな。はい、欲しいです。あれは我が身にしてこの都を支える創生樹の枝先になる実、家に強き神器を凝縮しておるゆえ、扱えるものは少なく、神の許しなくもぎ取ってはならぬ、その方ら、あれを何に使うつもりじゃ。米にございます。我が甘ほほの味を一層高め、カムヒツキ様にお喜びいただくため、移ろいの玉を何とぞこの桜姫に。米、米の味とな。移ろいの玉をそのようなことに使いたがる者は、その方らが初めてであるぞ。なのに愉快、愉快ですか。面白いではないか。何が起こるか見ものじゃ。使ってみせるがよい。ありがたく幸せって言ったの。その前にやってもらわなければならないことがある。なんだ、まさにその移ろいの玉がなる枝に、このところ虫がたかっておった。虫さよう。アブラムシ君。アブラムシ君。おお、これか。やっと着いたぞ。うわあ、くんか。なんとも殴りたくなる間抜け面じゃ。なんという数。うわー、やべー。よし、そういうことか。こういうことか。なるほど。もうこのままなんか、おい、よいしょ、おい、おい、おい。はい、ああ、まだか。よし、覚えど。おお、第2波来い。おれー、おい、よいし、はい、よいしょい。まずまずまず、違う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 。
よいしょよし。よし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 。いやーこれやべえなー。第3波。来い。来るのね、来い。全員破壊してやる。よいしょい。よし。いやーやべえなこれ。あ、第4波まだあんのか。あと何波まであんだこれ。やばい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 。よし。よしおい。やばいやばいやばい。おぶねー。よし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 。これあと何、あ、終わった？終わった。いやーすげえな。一発クリアだ。おー綺麗な花が咲いた。やっぱ親指が釣りそうなんですけど。うつろの玉を入手。アブラムシ君退治。肥料に混ぜ田んぼに撒く。なんでこんな疲れてんねん俺。いただきます。湯気、はい。これがそのおつろいの玉にござりまする。なんということでしょう。これはアムルの石ではありませんか。アムルの石。アムルの石どうそりゃ。はい、私たちホルモス教の宣教師団は旅の始まりの頃、うん、ダルカという国に立ち寄りました。ほー。そこでは長老樹という大きな木が宿す赤い石をめぐり人と森の戦いがあったのです。赤い石と体重。つながれてる。お、砕いて声にまで土にぶっかけるぞ。やばついな。食ってる時にやめぜ。そうならいいってもんじゃあんめよ。ボウヌシの方こそネコホーラーホーラー。あー、ご飯が冷めてしまいますよって。よし、さーて、よし、雨降ってる。雨か、雨は嫌いな。とりあえず肥料を作ろう。肥料を作って、危ない。琥珀入れて、追加素材で移ろいの玉。肥料マーク。全然乾いてないぞ。まずいな。これでオッケーだね。これで、あとは、失われた豊穣の豊穣の力だな。で、あとは今やるべきこともう一つあったね。お？特有の無人竜。やばそうだね。とりあえず
竜の抜け道、抜け道じゃねえ、抜け穴、キリンド、なんだろうここって来たやつかな。久々にここ来たけど、えいえい、よいしょ。確かになんか怪しい入り口みたいなのあったんだよな。邪魔だ、俺の邪魔をするな。あ、ここじゃない。ここだ、ここだ。よし、入ろう。うわあちー、油、やばい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 、とりあえず、とりあえず一旦戦うのは後だな。いやー、ここ全滅しなきゃダメかパターンか。よいしょい、よいしょい、やべえなこれ。よし次、え、まだいんの。あ、まだいた。いやー、やばい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 、いか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 いやばいやばい、私系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 、本当に私系、危ない、爆発、よし、危ない、危ねえ、うえ、怖え、怖え、
おう、よかったよかった。しかしやべえな、本当に目が疲れてきた。とりあえず油が必要だな。とりあえず油が必要だから、どうやって手に入れたんだろうな。お？油の手配をしたいんですけど、油の手配を。そば、きゅうり、生姜、ネギ、塩、砂糖、ごま、味噌、醤油、油。こんなもんでいいかな。結構な米の数必要だけど、よし。でもどうすっか、残りっつってもな。全然乾いてないっていうこと考えるとなるとね、めんどくさいからな。需要のほら、でも総代ケヤキとか言ってもね。よし、とりあえず油の消費を減らすためにも、よしよし、米をね、乾かねえんだよな、米がよ。冬になる前に入れてくださいねって言うけどさ、米が乾いてないんだよ。もう乾いたでしょ。全然乾いてないんだ。参ったな。夕飯、白飯、どんぐり汁、熊肉の炙り焼きと納豆。どうしようか、次ボス倒すか。いただきます。ボス倒そう。で、米をまずやってからだな。間違えたよね。間違えた。なんで行動するにしちゃったんだろう。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。次はね、ボスを倒しに行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。概要欄の方に他の実況リスト載ってますので、チェックよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。